はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、最新アップデートで能力変更された選手10選やっていきたいと思います。てなわけで皆さん、先週の木曜日にですね、結構大きなアップデートがあったかなというふうに思うんですけれども、まあ、そのアップデートで選手の能力にも変更がありましたということで、もちろんね、今すでに獲得している選手に関しては能力変更ないんですけれども、これからね、獲得する選手に関しては能力が変わっているということで、主にね、ポジション適性とかプレイスタイル、まあ、スキル面ですね、そこが変わっている選手が多いということで、今回はね、スタンダード選手で、割とガッツカレ使いレベルの選手の中から能力者が変わった選手をね、合計で10名ご紹介していけたらなと思います。まあ、この10名に関しては結構ね、能力の数値だけではなくてプレイスタイルとかね、スキル面も変更されているということで、よかったらね、まあ、これから獲得するのに参考にしていただければなと思います。なのでこれからのねガチャとかに関しても、今のこの能力プレイスタイルとかスキルを元に登場するっていう形になるんで、まあ、これからのガチャにね大きく変わってくると思うんで、最後まで見ていっていただけたら嬉しいなと思いますね。てことでですね、最新アップデートで能力が変更された選手10名ご紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず一人目はこちら、ハカン・チャルハノールですね、ご紹介していきたいと思います。この選手はね、皆さん知ってる方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いや、この選手もだいぶ大きな変更点がありましたということで、それがですね、こちら、プレイスタイルがプレイメーカーに変わりました。いや、これはめちゃくちゃ大きいね、チャルハノール強化になってくるんじゃないかなと思います。一応ね、このプレスタが変更と、あとね、このポジション適正で DMF 適正が追加されましたということで、いや、これまではナンバー10だったんで、このナンバー10からプレイメーカー、これはめちゃくちゃ激アツですよね。なんでこう OMF とかで使ってあげると無印で起用できるということで、無印 OMF めちゃくちゃいいですよね。まあチャラノールに関してはこの能力はねめちゃくちゃいいんですけれども、プレイスタイルがナンバー10だからちょっとね、まあ、使い道がないなって言われていたんですけれども、今回からねプレイスタイルがプレイメーカーに変わりましたってことで、まあ、これからねハイライトガチャから登場した時に結構これは優秀選手に入ってくるんじゃないかなと思います。好きでもね能力もめちゃくちゃ優秀なんで、この変更はかなり大きいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで1人目がチャルハノールでした。続いて2人目見ていきます。はい、ということで2人目はこちら、カイ・ハバーツですね、ご紹介していきたいと思います。ハバーツも変更点がありましたということで、何が変わったかと言いますと、こちらですよ。この選手もプレイスタイル、なんとリンゴフォワードから2列目からの飛び出しになりましたということで、これもねかなりの強化ですよね。リンクから2列目ということで、なかなかねあんまり人気じゃないプレイスタイルから大人気プレイスタイルに変更されましたね。やっぱりどうしてもねこのリンクフォワードになってしまうと、この CF とね ST で発動するんで、こう OMF でこう無印で起用するっていう判断になってしまうと思うんですけれども、この2列目になることによって ST と OMF で2列目からの飛び出しで起用できて、 CF で起用すると無印で起用できるということで、めちゃくちゃ良くなりましたね。まあ、ハバーツに関してもね、まあ、そこまでこう使ってる方が多い印象はないんですけれども、まあ、能力的には悪くないですからね。まあ、これからねガチャとかで登場するときも、このね2列目からの飛び出しで登場する可能性が高いということで、これはかなりの強化なんじゃないかなと思います。まあ、能力もねスキルも悪くないんで、ぜひね気になった方は使ってみてください。スタンダードのハバーツに使ってる方は取り直した方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでそれがカイ・ハバーツでした。続いて3人目見ていきます。はい、ということで続いてはこちら、ドミニク・ソボスライですね、ご紹介していきたいと思います。まさかのソボスライも変更点がありましたということで、何が変わったかと言いますと、この選手もプレイスタイル、こちらプレイメーカーに変わりましたということで、チャンスメーカーからプレイメーカーに変わりましたね。これはどうなんですかね、結構好みが分かれるかなというふうに思うんですけれども、まあ、OMS とか使う方は、まあね、チャンスメーカーがね、好きな方とか、まあ、苦手な方もいると思うんで、まあ、プレイメーカーになったことによって、この OMF で無印で起用できる、これは結構熱いんじゃないかなと思います。まあ、チャンスメーカーって結構ね、多くのポジションで発動するんで、割と好みが分かれるんですよね。僕はね、そこまでチャンスメーカーね、嫌いじゃなくて、割と好きなんですけれども、結構ね、苦手って方もいるんで、そういった意味ではね、まあ、このプレイスタイルがね、プレイメーカーに変わったっていうのは、割とこうポジティブな意見が多いんじゃないかなと思います。まあ、ソボス代はねどっちかっていうと、まあ、サイドで使っても強いと思うんですけど、僕は中央の方がいいのかなっていう感じがしてますね。能力的にもこんな感じで、割とね足元数値もありますし、そこそこねパスも上手いですし、まあ、足はねスピードはあるんですけれども、瞬発が遅いということで、まあ、瞬発が低いんで、まあ、やっぱりサイドってよりかは中央なのかなと個人的には思ってます。スキルもねパス系のスキルも一応持っていて普通に優秀なんで、ぜひ気になった方はねこのソボス代獲得していただければなと思います。はい、ということで3人目がドミニク・ソボス代でした。続いて4人目見ていきます。
はい、ということで続いてはこちらフリアン・アルバレスですね、ご紹介していきたいと思います。まさかのアルバレスも変更がありましたっていうことで、結構ねアルバレスは好きで使ってる方多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、何が変更されたかと言いますと、こちらですよ。なんとこちらポジション適正で OMF が追加されましたというわけで、これかなり大きいですよね。これめちゃくちゃ強化だと、ね、個人的には思ってます。やっぱりねプレイスタイルがリンクフォワードってことで、これまでねこの CF とかね AC で使おうとすると、どうしてもこのリンクフォワードがね発動してしまって、まあ、使いづらいなって方が多かったと思うんですよね。それがなんと今回ね OMF にポジション適正が追加されたことによって、無印で OMF で起用することができるということで、これはね、まあ、かなり強化なんじゃないかなと思います。アルバレスはね身長170cm で能力もね結構優秀なんで、本当に使用感めちゃくちゃいいんですよね。僕もすごい好きな選手なんですけれども、やっぱりねどうしてもリンクフォワード使うのは嫌だなってことで使っていなかったんですけれども、いやこれはこれからガチャでね OMF 適正がついてこれでできたらめちゃくちゃ熱いと思います。普通にスキルもねこんな感じで優秀なんで、ぜひねスタンダードのアルバレス使ってる方はね、このアルバレス早速獲得するのもありなんじゃないかなと思います。アルバレスはマジで使用感いいんで、個人的にもめちゃくちゃおすすめですね。よかったら獲得してみてください。はい、ということでアルバレスでした。それでは続いて見ていきます。はい、ということで続いてはこちらリシャルリソンですね、ご紹介していきたいと思います。リシャルリソンにも変更点がありましたということで、何が変わったかと言いますと、こちらプレイスタイルがラインブレーカーに変わりました。これもまあどっちかっていうと強化なんじゃないかなと思ってますね。これまではウイングストライカーということで、まあ CF で使うとこれ無印で起用できたんですけれども、今回からねラインブレーカーに変わって、 CF で使うとライブルで、ウイングで使うと無印で起用できるということで、まあラインブレーカーね個人的にもめちゃくちゃいいプレイスタイルだと思ってるんで、まあこのプラス変更はまあ強化なんじゃないかなと個人的には思ってます。まあたまにねラインブレーカーよりもこう無印がね好きって方もいると思うんですけれども、僕的にはラインブレーカーの方が強いんじゃないかなと思ってますね。能力見ていくとこんな感じで、まあリシャルリソンもねそこまで悪くないですよね。瞬発もね結構高いですし、まあ、ジャンプも意外と高いんですね。あと逆足も使えますということで、スキルもこんな感じですね。まあ習得のスキルとかね、あとスピンキックを持っているということで、まあそこそこ優秀なんじゃないかなと思います。だからスキルめっちゃ優秀だね。そして身長も 179cm ということで、まあそこそこね使いやすい身長してるのかなというふうに思いますので、まあ能力的にも身長的にもスキル的にも、まあこのプレイスタイル変更はかなり大きいんじゃないかなと思います。やっぱりね使うなら僕はねセンターフォワードでラインブレーカーで使ってあげるのが強いんじゃないかなと思いますね。ぜひね獲得しようと思っている方は参考にしてみてください。はい、ということでリシャルリソンでした。それでは続いて見ていきます。はい、ということで続いてはこちらムサディアビですね、ご紹介していきたいと思います。いやこの選手はね結構今作向きというか、好きで使っている方もいるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ムサディアビにも変更がありました。何が変更されたかと言いますと、こちらポジション適正ですね。これまでのムサディアビはですね、このウイングですね、両ウイングにしか適正がなかったんですけれども、なんとこの OMF と ST と両ハーフに適正がつきましたということで、これはめちゃくちゃ強化ですよね。まあ、ただねプレイスタイルがインサイドレシーバーなんで、そこだけね微妙なポイントではあるんですけれども、このね ST と OMF でもね適正がついたんで、無印で起用できるということで、このポジション適正はかなり激アツなんじゃないかなと個人的には思ってます。ムサディアビめちゃくちゃ強いですからね。身長も 170cm で34レーンまで上がりますということで、能力見てください。こんな感じで、まあ、足元数値向けですね。ドリブルは83まであって、スピシュもね84-85ということで、使用感がマジでめちゃくちゃいいんで、この選手は個人的にもかなりおすすめなんですけれども、逆足も使えて頻度が高い、精度が高いということで、右サイドでもね左サイドでも、まあ、中央でも使ってあげれるんじゃないかなと思います。まあ、本当はねプレイスタイルがこのインディッシュじゃなかったら、まあ、サイドで使ってあげてもいいかなと思うんですけれども、やっぱりインディッシュねどうしてもこう気になる方が多いと思うんで、そういった方はね今回からこの中央で使うのもありなんじゃないかなと思います。スキルもねダブタ持っていて、アシュラ持っていて、こういう主導系のスキルもね結構持っているんで、まあそういった意味でもめちゃくちゃいいですよね。まあ、このムサディアビはね使ったことがある方は分かると思うんですけど、マジでめちゃくちゃ使用感いいんで、ぜひね気になる方は使ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。これはめちゃくちゃ強化ですね。はい、ということでムサディアビでした。それでは続いて見ていきます。はい、ということで続いてはこちらジェレミドクですね、ご紹介していきたいと思います。ドクにも変更点がありましたということで、何が変わったかと言いますと、こちらですね、ポジション適正が追加されました。これまではね両ウイングしかできなかったんですけれども、両ウイングに加えて両ハーフもできるようになったということで、これはかなりね、まあ、強化なんじゃないかなと思います。これで今3トップ以外の人も、まあ、これでね3トップ以外のフォーメーションを使っている方も、このサイドハーフにドクが使えるようになったということで、やっぱりこうウイングだけだとねどうしてもこう 4-3-3 とかね3トップを使う方しかねなかなか使えなかったんですけれども、今回からねこのサイドハーフにも適正が追加されましたということで、ドクもね、まあ、能力的には悪くないんですけど、スキルが若干微妙なんですよね。足もこんな感じで速いですし、まあ、使用感はいいかなというふうに思うんですけれども、やっぱスキルがね、まあ、ダメだとか思ってるんですけど、こうシュート系のスキルとかねパス系のスキルは持ってないということで、まあ、このスキル面がね若干微妙なんで、使い方はね要注意かなと思います。ただまあ能力
だけ見るとかなり優秀なんで、使用感はね結構いいと思うんで、ぜひね皆さん4141とかね442とかこうサイドハーフを使ったフォーメーションを使用してる方は、これを機会にねこのドクを使うのはありなんじゃないかなと思います。まあ、普通にこれから週刊 FP とかこうハイライトとかでこう強化されたドクが登場したら結構強いんじゃないかなと個人的には思ってますね。はい、ということでジェレミードクでした。それでは続いて見ていきます。はい、ということで続いてはこちらデクランライスですね。ご紹介していきたいと思います。まさかのライスも変更点ありました。何が変わったかと言いますと、こちらなんとプレイスタイルがボックスボックスに変更されております。これまではねハードプレスだったんですけれども、ボックスボックスになりましたということで、まあこれは割とね好み分かれてくるんじゃないかなと思います。正直はハードプレスはまあ守備的なプレイスタイルで、ボックスボックスに関しては、まあ、攻撃面でめちゃくちゃいいプレイスタイルなんで、まあ、デクランライスを攻撃要因でも使いたい方はこれかなり強化なんじゃないかなと思います。ただ逆にこのデクランライスはね守備面で活躍させたいよって方は、まあ、そういった意味ではマイナスになってくるんじゃないかなと思いますね。なんでこう使用用途によって変わってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、個人的にはねボックスボックスめちゃくちゃ好きなんで僕は嬉しいなと思いましたね。まあ、ライスもまあ弱くはないですからね、能力見ていくとこんな感じで、もう少しね上げてもいいんじゃないかなって感じがするんですけれども、まあ、十分ディフェンス能力はめちゃくちゃ高いですよね。ただまあやっぱりねどうしてもこうスピードとかね足元数値がそこまで高くないんで、まあ、ボックスボックスで上がってきてくれてもそこまでこう使用感は軽くはないんじゃないかなと思ってますね。スキル見ていくとこんな感じで、スキル的にもね一応まあディフェンス系のスキルが欲しかったというと多めになってます。まあ、これに関してはね強化ともね弱体化とも言いづらい感じではあるんですけれども、プレイスタイルがボックスボックスに変更されましたということで、これはねしっかりと覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでデクランライスでした。はい、ということで続いてはこちらパバールですね。ご紹介していきたいと思います。みんな大好きパバールですよ。このパバールを使ってる方めちゃくちゃ多いんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、なんとパバールも変わっちゃったんですよ。それがなんとこちらプレイスタイルがオーバーラップになってるということで、いやこれめちゃくちゃ弱体化じゃないですか。これまではね守備的サイドバックだったんですけれども、プレイスタイルオーバーラップに変わりました。いやめっちゃ残念ですよね。どっちかっていうとパバールは、まあ、センターバックってよりかはこうミニサイドバックで起用してる方が非常に多かったかなって思うんですけれども、これから獲得するパバールに関しては、まあ、ガチャとかできてもおそらくねこのオーバーラップになってる可能性が高いということで、いやこれマジで残念ですよね。まあ、逆に言うとこれまでねパバールをねこうハイライトガチャとかで獲得していた方はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。守備的なパバールめちゃくちゃ強いですからね。いややっぱりどうしてもねこうサイドバックで守備的サイドバックってそこまで多くないんで、めちゃくちゃねパバールはこの希少な右サイドの守備的サイドバックだったんですけれども、今回プレイスタイルが変わってしまったということで、まあ使うならセンターバックかなって感じはしますよね。まあ右サイドバックの弱くはないと思うんですけれども、若干プレイスタイルやっぱり気になっちゃうんじゃないかなと思います。結構上がってくると思うんで、これが残念ですよね。能力がこんな感じで相変わらずねかなり優秀ですね。足も速くてディフェンス能力もあるということで、パバールに関してはねまあスタンダードでもかなり強いと思うんで、まあ獲得する価値あるんじゃないかなと思います。まあ唯一言うならこのスキルのブロッカーですかね、ブロッカーつけてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。いやこれはかなり残念なお知らせではあるんですけれども、これからパバールをね獲得する方は要注意していただければなと思います。はい、ということでパバールでした。それでは続いて見ていきます。はい、ということでラストはこちらソン・フンミンですね。見ていきたいと思います。ソン・フンミンねブリッツカーブで登場しましたけれども、スタンダードの方に変更入っておりますということで見ていこうと思うんですけれども、はい、こちらですね、ポジション適性に変更があります。なんと ST と右ウイングの適性が薄くなってしまいましたということで、これもめちゃくちゃ残念ですよね。まあ、弱体化と、間違いなく言えるんじゃないかなと思います。まあ、ただね今回登場したブリッツカーブのソン・フンミンに関してはこのポジション適性ね変わっていないです。この ST も右ウイングも使えるんですけれども、今回のこのスタンダード選手から ST と右ウイングに関してポジション適性が薄くなってしまったということで、CF と左のハーフと左のウイングだけねポジション適性があるということで、これマジでめちゃくちゃ要注意かなと思います。まあ、個人的にソン・フンミンはね逆足も使えるんで右で使ってあげても強いと思いますし、もちろんね ST でも使っても強かったかなというふうに思うんで、これは個人的に、まあ、かなり残念かなと思います。能力者はもちろんかなり優秀ですし、やっぱりこの逆足頻度精度がね最高最高ということで、本当にめちゃくちゃいい選手なんで、まあ、これはかなりの弱体化なんじゃないかなと個人的には思ってますね。なんでこれからね登場するソン・フンミンに関しては、まあ、週間でもねハイライトでもこのね ST と右ウイングに関してはポジション適性がついてない可能性があるんで、そこだけはね要注意かなと思います。はい、ということでラストがソン・フンミンでした。はい、てなわけで今回は最初のアップデートで能力が変更された選手を10名ご紹介していったんですけれども、いかがだったでしょうか。いやこれはね結構ね強化が多かったかなというふうに思うんですけれども、パバールとソン・フンミンに関してはめちゃくちゃ残念ですよね。まあ、今回ご紹介した選手に関してはこれからねガチャとか登場しても能力とかねこのプレイスタイルポジション適性が変更されている可能性があるということで、そこはね要注意かなと思います。もし他にもねこう能力がね変更されている選手がいたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、こんな感じイフトボールの画面に投稿してますので、ぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回
回のところでお会いしましょう。じゃあねー。